なんと山下ゴイチの内容もすごく新しいテニスとかされるんですか？いや、テニスの経験全くなくて、この時で本当2回目とか、DVD で2回目とかですね、初めてお下げしてちょっと恥ずかしかったんですけど、でも結構みんな良かったって言ってくれて、結構いいジャケットにもなったし、ここは結構おすすめです。それはあの右下の白い水着のやつは、はい、地面に、地面、これベンチです。ベンチです。これ同じ水着なんですけど、この水着が一番ちっちゃかったです。結構ほんとちっちゃかったです。テニスウェアの下に着てる。え、脱いでいくんですか？じゃあはい、脱いでいきます。はい、それじゃあ野外で、そうです、テニスコートで脱ぎました。どうでした？どうでした？恥ずかしい。あ、でも普段ないじゃないですか、こういう人。普段ないですけど、人いなかったので、この時は全然違和感はなかったですね。あと今回、海パンカメラマンの野沢さんだったんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです。それが一番おすすめじゃなくて印象的です。ちょっと変わってる人なのかなとか思ってたんですけど、なんか意外と普通の人っていうか。やっぱり脱いでくれました。脱いでくれました。海じゃないのに脱いでくれました。また撮ってもらいたいです。超楽しかった、本当に。タイトルが、アヤチュ、はい、っていう、このさ、特にどんな意味が込められてるんですか？ブログのタイトルもアヤチュなんですよ。だからかな。特にキスとかそういう意味が込められてるわけではない。多分そういう意味も入ってると思います。はい。キスが好きなんですか？わからないです。なんかでも唇が、あの、はい、褒められるとかありますか？唇は好きです。自分の唇は好きです。ちっちゃい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 。厚くもなく、薄くもなく。程よいの。はい。あと色です。色です。色？色が赤いんですよ。何もしなくても。そこです。口紅は恥ずかしい。最高のキスのシチュエーションどんな感じですか？まあ、考えたことないですけど、こういう場面だったら奪われてもいいなみたいな。でも不意打ちがいいです。強引な感じがいいです。フララ系が好きなの。やっぱなんかちょっと向こうもなんか遠慮がちで来られたらこっちまで恥ずかしくなっちゃうから、ガツガツ来てほしいですね、できれば。草食より肉食。はい、はい。